シャルル・テオドール・マレーブは、フランスのバイオリニスト、音楽学者、作曲家、教育者。マレーブは、パリに生まれた。法律を学んだ彼は、放送界へ入ることを許されながら、音楽の道に進むことを決意する。アドルフ・ダンハウザー、ジュール・マスネ、アンドレ・ボルムゼルの下で研鑽を積み、ダンハウザーの秘書として、オランダ、ベルギー、スイスの公立学校での音楽教育システムを、 調査するたびに同行した。その後パリに今日構えたマレーブは、1896年にオペラ座図書館のアーキビスト研修所であったシャルル・ニュイッテルの女子となり、1899年になると彼の公認としてこの職に就いた。マレーブは音楽雑誌、レメンレルの編集に携わると同時に、ガイドミュージカル、プログレイアーティスティック、デビューインターナショナルでミュージック、 モンドアーティスティックなど多くの出版物を執筆した。マレーブはジャン・フィリップ・ラモーの作品全集ウーブル・コンプレッツ全16巻に注釈をフす作業に着手した。ここで彼は演奏習慣やジャンルの歴史、並びにラモー自身に関する情報を豊富に記載した。また、フェリックス・ワイン・ガルトナーと協力して初めてとなるエクトル・ベルリオーズ作品全集の編纂も 行っている彼らの全集には誤りも多かったが、当時としては書くことのできない資料であった。資料収集家であったマレーブは膨大な量の実質書館、多くの重要な原稿を所有していた。中には現存する最大規模のベートーベンの装甲コレクションや、ベルリオーズの幻想交響曲、ラモーのカンタータ2曲、バッハのカンタータ2曲の主考譜などが含まれていた。 さらに彼は古書店においてロッシーニのオペラウィリアムテルのオリジナルの還元楽譜を発見している。1901年にはモーツァルトが14歳で書き上げたオペラポントノーミトリダーテ、11歳で作曲した二人のソプラノのためのエレジー長蝶々をそれまで掲載されていなかった作品目録に組み入れた。加えて彼はリストの奏功もたくさん所有していた。 音楽史屋のアルベールスービの協力を得たマレーブは1887年にプレイシー・デリスト・アール・デ・ロッペラ・コミーキを出版した。彼はウール県のコルメイユで58年の生涯を閉じている。彼が集めたコレクションはパリ音楽院へと寄贈された。それらの多くは現在ではフランス国立図書館に収蔵されている。マレーブのバイオリンの弟子には 作曲家のウジェニー・エミリー・ジュリエット・フォルビーユなどがいる。マルエーブは数曲のコミック・オペラのほか、室内楽曲、還元楽曲を作曲した。また、彼は数多くの著名作曲家の作品の編曲や工程譜を残している。一部を下に記す。出典注釈。ありがとうございます。